上力一ファーストライブカーニバルリブグッズ紹介のコーナー。6月14日に会場と二次三次オフィシャルストアで販売開始されるライブグッズを見ていきましょう。まずは T シャツ。使いやすいブラックに金色のライブロゴ、キラキラ加工がおしゃれでラグジュアリー、ブルーも綺麗に出ています。定番のマフラータオルは手触り良し、発色良し。6月は暑い季節になっております。ライブのお供にぜひ1枚。ペンライトはアルバムのジャケットにも登場したサインポールくるくる看板のデザインになっています。光らせても可愛いし、回しても楽しい。そして数、今回だけのオリジナルデザインとなっております。もちろんこれピー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 なります。本番中は鳴らしてというタイミングでだけ吹くようにお願いいたします。アーカイブ配信をご覧のタイミングでは遠慮なく響かせちゃってください。ピー、メモリアルなアイテムを取っておきたいチケットケースもご用意しております。パターンのデザインも非常におしゃれです。ぜひお出かけの際に仲間入りさせてあげてください。あ、開いたところにこんな缶バッジセットは、ライブのキービジュアルとファン垂涎のスケボーペンギンの2種類セットになっております。こちらは大注目のアイテムですね。アクリルのアイテムはスタンドとパネルの2種類。アクリルスタンドはちょっと大きめのサイズで存在感抜群。パネルは3層構造になっていて、イベントビジュアルの奥行きが感じられる作りになっています。これはぜひ本物を手に取ってみてほしいです。今回のランダム商品はメタルチャーム。寄りと引きのデザインで、いろんな角度から力一をお楽しみいただけます。カバンなんかにジャラジャラつけて、いろんなところにお出かけしてください。さらにさらに、会場限定販売ですが、レイテストショーマンの MV にも登場したあの水が販売されます。いやー、リクエストしてみるもんですね。定番アイテムだけではなく、力一らしいアイテムもありつつで、なかなか良いラインナップになったんじゃないかと思います。ぜひぜひお手元にいかがでしょうか。6月14日に会場と二次三次オフィシャルストアで販売開始です。お楽しみに。